はい、パワーポイントの中身ですね、こんな感じになっています。グラフを出力してくれています。機械学習モデルを作ったことがない人でも簡単に機械学習モデルを作ってくれます。はい、皆さんこんにちは。AI 部長のニ田です。本日はコードインタープリターについて解説していこうと思います。え皆さんコードインタープリターって知っていますかえ先日、ChatGPT の優勝版に加入しているユーザーに対して、このコードインタープリターという機能が追加されると発表されました。 初めてコードインタープリーターを聞いたという人もいると思うので簡単に説明すると自分が持ってる Excel ファイルなどを ChatGPT にアップロードすることで簡単にデータを分析したりとかデータを可視化したりすることができるような機能になっています、はい、例えばこんな感じで data.csv というものをアップロードして、まあ、可視化してくださいというふうに指示するとこの下のようなこのグラフを作成したりしてくれます で、その他にも、まあ、簡単な画像処理とか、機械学習モデルを使った予測などもできるようです。で、巷ではデータサイエンティストの仕事がなくなるんじゃないかというふうに言われています。実は私もデータサイエンティストとして働いているので、チャット GPT に仕事を奪われてしまうかもしれないんですけども、実際に使用してみて実用的なものなのかっていうのを見ていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、それでは早速使っていきたいと思います。 コードインタープリターの使い方なんですけども、この左下の設定ボタンのセッティングですね。これのベータフューチャーのここですね、このコードインタープリターというところをオンにします。はい。その後にこの GPT-4 を選ぶと、このコードインタープリターというのがあるので、こちらを選択します。はい、これで自分のファイルをアップロードしたりすることができるようになりました。はい、それでは早速分析の方してもらうんですけども、 2021年の9月までのデータであれば GPT-4 がデータとして持ってるのでそちらを参照して回答を生成してくれます。例えばドラゴンボールの悟空、ベジッタ、クリリン、ヤムチャの強さを一般的な評価をもとにパワー、スピード、体力の観点で0から100で定量化して可視化してくださいというふうに指示しています。 そうすると、まず各キャラクターの強さを定量化してくれて、それをもとにですね、グラフを作成してくれました。はい、こんな感じで綺麗なグラフがですね、出力されています。それぞれ、パワーとスピードとスタミナと体力ですね、に関して、悟空、ベジータ、クリリン、ヤムチャというところで強さを可視化してくれています。はい、で、これ中で何やられてるかってことなんですけども、この小ワークっていうところを開いてみると、こんな感じでですね、Python のコードが出力されます。 で、なので、この数字を元に Python のコードを書いてくれて、それを実行してくれてるという感じになるかなというふうに思います。はい、特に、これまでですね、プログラム書いたことない人とかでも、まあ、こんな感じで簡単に、えっと、可視化したりすることができるので、まあ、便利かなというふうに思います。さらに、この結果を元に考察させるということもできるというところで、グラフの結果から言えることを考察してくださいというふうに指示してみます。はい、そうするとですね、こんな感じで分析してくれました。 で、悟空とベジッタの強さは相当ですと。これら二人のキャラクターは三つの指標すべてで他のキャラクターを上回っていますと。これは彼らが物語の中で最も強力な選手であることを反映していますと。クリリンとヤムチャはサポート役ですと。でクリリンとヤムチャは悟空やベジッタに比べて全体的にスコアが低いですと。で、主にサポート役を果たすことを反映していますということですね。最後、これヤムチャは他の三人よりも弱いということで、えっと、ヤムチャは他の三人よりも全体的にスコアが低いですと。 これは彼が物語の初期段階で比較的強いキャラクターだったものの、物語が進行するにつれて他のキャラクターに比べて力を大きく伸ばすことができなかったことを反映していますということで、これちゃんとドラゴンボールのストーリーを元に分析してくれてるかなというふうに思います。このヤムチャですね、見てみると、まあ確かに弱いかなという感じはしますね。はい。で、これ今分析してもらったので、これをですね、出力させることもできます。はい。グラフと分析レポートをパワーポイントにして出力してくださいというふうに指示します。 はい、そうすると、こんな感じで、PowerPoint のプレゼンテーションが作成されましたということで、こちらからダウンロードすることができるようになっています。で、この PowerPoint を作る過程で、えっと、何回かですね、このコードを実行して、その実行がまあ間違ってたというのを、まあ、GPT-4 がですね、勝手に判断して、えっと、再度、プログラムを書き直すということをやってくれています。ちゃんとこのエラーをですね、自分で解析して、えっと、プログラムを修正していくということで、自律的な動作ができてるなーっていうところで、結構すごいなというふうに思います。 はい、ちょっとこちらのパワーポイントの中身を見てみましょう。はい、パワーポイントの中身ですね、こんな感じになっています。ちょっと英語になっちゃってるんですけども、ドラゴンボールキャラクターズストレングスコンパリトンといてことで、えっ、ー、と、先ほどあった特徴を3つですね、書いてくれて、次のページにはですね、このグラフを出力してくれています。これ使えば簡単にですね、パワーポイントの資料が作成できるのかなというふうに思います。えー、なんかちょっとした分析とかをパワーポイントの資料に落とし込むって時きに、まあ、かなり便利かなというふうに思います。 はい。続いて、自分が持ってる独自のデータを ChatGPT にアップロードして分析してもらおうと思います。で今回、この厚生労働者が出している人口動態の統計表ですね。こちらをアップロードしてみたいと思いますで。中身はこんな感じになっていて、年次ごとの出生数とか死亡数とかがですね、記録されているものになっています。データ分析やってる人はわかると思うんですけども、この Excel ですね、ちょっと癖があります。 というのも、この、テルが結合されてたりとか、一行目にタイトルが入ってたりしてですね、こういうのをですね、プログラムで扱おうとすると、まあ結構めんどくさいかなというふうに思います。これをそのままチャット GPT にアップロードしてみます。はい、今アップロードして、こちらのデータを分析してくださいというふうに指示してみます。はい、そうするとこんな感じで、えっと、最初にまずですね、コラムの名前ですね、全部抽出してくれてるかなと思います。はい。 どのような分析を行いたいですかっていうふうあるので、出生数がどのように変化しているかを可視化してくださいというふうに指示してみます。はい、そうすると、こんな感じのグラフを書いてくれました。1900年から出生数がどんどん上がっていって、このベビーブームの時ですかね、すごく反応上がってるのがわかるかと思います。ちょっとエクセルの方も見てみますか。はい、で、エクセルの方を見てみると、こんな感じで138万からどんどん上がっていってですね、 えっと、1950年あたりをピークにですね、まあまた下がっているということがわかるかと思います。はい、ということで、正しくグラフ化することができています。はい、あとは、機械学習のモデルが使えるということらしいので、出生数を予測するモデルを作ってもらおうと思います。はい、XG ブーストっていう機械学習のモデルですね、これで出生数を予測するモデルを作ってくださいと。で、評価は1950年以降のデータを使ってくださいというふうに指示してみます。 はい。そうすると、こんな感じでモデルを作成してくれています。最初にまず、データを1950年以前と以降に分割して、それぞれ訓練データと評価データとしますということで、機械学習モデルを作る上でよくやられるデータの分割を行っています。その後に XG ブーストモデルを訓練しましょうということで、コードを見てみると、こんな感じで XG ブーストをインポートして、モデルを学習してくれています。 で次にこのモデルを使って評価データに対する予測を行ってモデルの性能を確認しますということで1950年以降のデータを使って MAE という評価指標で予測精度を計算してくれています次に実際の出生数と予測された出生数を視覚化してより具体的な結果を確認しましょうということで次に何をやるべきかってことを示してくれていますで結果を出力させてみるとこんな感じで 実際の値はこのアクチュアルという数字なんですけども、予測値がですね、今一定の値を取ってしまっていますと。でこれ見るとえ、まず上のグラフは実際の出生数と予測された出生数を比較していますと。でちょっと青色とオレンジ線ってなってるんですけども、まあ、ちょっと色は違いますね。全体的には出生数の減少傾向をうまく捉えることができていませんと。これは使用したモデルの単純なものであったり、より高度な次元列分析手法を使用することで改善される可能性がありますと。 で、あとは特徴量重要度についてですが、今回のモデルでは、年次のみを特徴量として使用しているため、その重要度は1となっていますと。ということで、今回はうまくいきませんでしたという結果なんですけども、まあ、こんな感じで、機械学習モデルを作ったことがない人でも、まあ、指示すればですね、簡単に機械学習モデルを作ってくれます。で、今回うまくいってなかったんですけども、まあ、なぜうまくいってないのですかえ、より高度な時系列分析手法を試してくださいというふうに指示すればですね、 どんどん続けて、まあ、どういう原因が考えられるかってことをですね、えー、示してくれたりとか、まあ、それ以外のモデルですね、アリマモデルを試してみましょうということで、他の分析手法を提案してくれています。あとは例えば、作成した XG ブーストのモデルをピクルファイルで出力してくださいというふうにすると、まあ、こんな感じでですね、作成したモデルをピクルファイルとして出力してくれるので、これをダウンロードして自分で使ったりすることもできそうです。<music> はい。で、これまでの会話の履歴をテキストファイルにまとめてくださいというふうに指示してみたんですけども、え現在の環境では会話履歴を直接取得する機能はサポートされてませんということで、えっと、できませんでした。他にもインターネットに接続する必要がある処理とかはできなかったりとか、これ今、えっと、Python のコードっていうのは OpenAI のサーバーの中で動いてると思うんですけども、その環境の中で用意されてないパッケージを使おうとすると、インターネットに接続できないので、新しいパッケージを入れるということができなくて、使えないようでした。 ここら辺も将来ですね、改善されていくとより便利になるのかなというふうに思います。はい、続いて PDF を要約できるかというのをやってみたいと思います。これまでプラグイン機能を使えばインターネット上にある PDF を要約することはできたんですけども、今回はボードインターブリターを使ってローカルにある PDF をアップロードして要約させてみたいと思います。で、要約させるのはこちらの英語の論文になっています。こちらをアップロードしてですね、要約させてみましょう。 はい、こんな感じで PDF をアップロードして、この PDF からテキストを抽出して要約してくださいと指示してみます。はい、要約が今終わりました。最初にまず冒頭500文字をですね、取得して、まあ、こんな感じでこれを要約しようとしています。 ただ、えっ、ー、と、論文は6万文字あるので、一度で要約するのは難しそうですという返答が返ってきて、それでも続けてくださいというふうに指示すると、まあ、次はこのトランスフォーマーズというライバリがないので、自動要約は難しいですというふうに返ってきてます。ただ、一部を手動で要約することができますというふうに言われたので、えー、許可しますと、続けてくださいというふうにすると、こんな感じで冒頭部分の要約から始めましょうということで、えっ、ー、と、要約してくれました。 で次に、他のセクションについても要約を行いますということで、続けてくださいと指示すると、中間部分の要約は以下の通りですということで、またですね、要約を作成してくれました。最後に、最終部分についても要約を行いますということだったので、続けてくださいと。打つと、最終部分の要約は以下の通りですということで、こちらも要約してくれました。こんな感じで、一度で全て要約することはできなかったんですけども、何回か指示することで、要約を作成してくれました。 で最後に論文の要約結果をテキストファイルに出力してくださいという風にすると、こんな感じでテキストファイルがえっと出力されて、テキストファイルの中身を見ると、こんな感じでですね、初期部分の要約と、中間部分の要約、最終部分の予約ということで、テキストファイルにまとめてくれています。これができると、要約結果を保存しておけるので、かなり便利かなと思います。ただ、いろんな PDF やってみたんですけども、うまくいく PDF とうまくいかない PDF というのがあって、 まあそこら辺はちょっとよくまだわかんないなという感じです。他にもコードインタープリターは画像とか動画とかのファイルを編集したりすることができます。もっとすごい使い方知ってるよって人がいたらですね、ぜひコメント欄の方で教えてもらえるとありがたいです。はい、以上で本日の動画を終わりたいと思います。この動画が良かったなというふうに思う人は高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。確かにちょっとやむちゃですね。 えっと、弱そうな感じが <laughs>。